瀬戸内ナビゲーターの森さくらです。日本で販売されている手袋の約9割が香川県の東かがわ市を経由して作られているってご存知ですか？地元の職人さんを大切にしながら手袋を作り続けている江本手袋へ。この地域でこれから手袋職人を手袋職人の聖地を目指すということを、ね、掲げてやってます。これからまたね、この職人の町としてこの町が有名になったらいいなと思って、ここで作ることにこだわって、やってます。一つ一つ丁寧に手作業なのに、あっという間に手袋が仕上がっていく様子を見せていただきました。リストマフラー作りの体験をさせてもらいました。丁寧に教えてくれたので無事に完成。自分だけのオリジナルのリストマフラーは手首をぬくぬく温めてくれます。自社ブランドのハクでお買い物。続いて江戸時代から変わらぬ製法で醤油を作り続けている亀菱屋へ。醤油作りを紹介するビデオを見た後、蔵へ案内してくれます。大手さんが6ヶ月のところをうちは2年3ヶ月、それから3ヶ月の薄口は1年半置いて、色はですから濃いです。色は酸化されて濃いですけど、味を重視しております。ショップでは熟成度合いの違ういろいろな醤油を味見。お気に入りの醤油を見つけて購入できます。お昼ご飯は地元で水揚げされた新鮮なお魚をいただきます。続いて日本で初めてハマチの養殖に成功した阿戸池にある体験学習館マーレリッコへ。養殖の歴史に触れながらハマチの餌やりやタイ釣りを体験してきましたが、魚たちの迫力にびっくりしました。旅の最後は200年続く作り方で今も和三盆を作り続けている三谷製陶へ。和三盆の優しい色や甘さにほっこりと癒されます。まだまだ回り足りないのに気がつけばもう夕方。またゆっくり訪れたい東かがわ市でした。